なんでこうなったと思う？始まりは昨日の夜。鬼盛りラーメンいっちゃいますか。ラーメン食べたくなって全部食べて、さすがに食べ過ぎて体動かしますか。なんかサクッと運動したくなって、あっちお、なんか涼しいことしたくなって、でこうなってるってわけ。あなたを動かすきっかけが流れてくる。次何しよっかな。めちゃくちゃガイドなんで食べれないです。
箸をもらっていい？はい。はい、流します。あと、皆さんだからこれで、なしにしてもうちょっと長くやるぐらい。はい。まして、かけんさん、撮影終了となります。ありがとうございます。ありがとうございました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 。まあ、自分ももちろん使ってましたし、見る機会も多いですし、そうですね、それの、まあ、イメージキャラクターというか、まあ、一応ね、TikTok をこう代表してこう世間の皆様に良さを伝えるという大役をいただいたので、非常に光栄ですし、非常にプレッシャーでございます。一応TikTok 大賞取ってるんで。そうですね、やっぱりこう結構目まぐるしく展開のある CM なので、なんかこう一個の物語として楽しめるんじゃないかなと思いますし、何よりこうジャンプ台でね、すごい高いところで飛ぶシーンみたいなのは、結構あれ早朝で撮ったんですけど目覚めましたね。なかなかこう10メートルの高台に登る機会もないので、はい、すごい楽しい経験をさせていただきました。僕でも本当料理が作り方を調べるのが苦手というか腰が重いんですよ。でもああいうこう TikTok 上に出るこう料理の作り方みたいなのもあるじゃないですか。ですごいやっぱ映像で簡略にこうスッと入ってくるので、あれはすごくいいなと思って、ちょっともし今度自分で料理をする機会があるときはこう TikTok に頼ってみようかなと思います。はい、ちょっと名前覚えてないんですけど、海外の方で、もしも大人が5歳児だったら、いますよね。めちゃめちゃ面白いんですよ、その方が。で、それを結構子供も見て楽しんでて、一緒にルーティーンになってるんですけど、そのぐらい結構ね、面白いコンテンツを作ってる方がいて、はい、注目してます。偶然のきっかけに対面した時はやっぱりこうちょっとなんていうんですか、縁というか、そういうものを感じるじゃないですか。でやっぱそういうものは大事にしますよね。何か意味があるんじゃないかとか、なんかそういうことはやっぱ思いますよ。なのでこうただ偶然だったねで終わるんじゃなくて、何かしらじゃあこれあった意味があるからこういうことなのかなとか考えたりしますし、やりたいことに出会うためには割と自分から行動しないと、やりたいものはこっちには引き寄せられないと思ってるので、割とこう自分でやりたい方向を明確にしてそこに進むみたいなイメージですかね、僕は。いや、めちゃめちゃあるんじゃないですか。
だし、実際そういうお話もいただきますし、次は本当に縦型が、次はというかもう来てるんでしょうけど、これからどん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 大きくなってって、ね、いつかこう今の普通のこういう画面と同じ感覚で多分ねになってくるんじゃないかなと思うんですけど、そうだからなるべくねこの流れに僕もついていかなきゃいけないなっていうのは日々感じてますし、だからどうこういう縦型をじゃあ自分だったら作るかとか、どう参加するかっていうイメージはしとかなきゃいけないなって思ってます。それこそこう普段 iPhone で例えばこう携帯を撮ってる画角じゃないですか。そうだからなんかそういうちょっと主観的なあの映像の使い方とかも縦型だったら映えるのかなとかいろいろ考えたりしますけどね。TikTok の新 CM きっかけが流れてくる編に出演させていただいております角健斗です。TikTok を見ていてこうつい動画とね同じようなことをしてしまうという経験皆さんもあるんじゃないでしょうか。今回の CM ではそんな誰もが共感できるこう生活のワンシーンを豪快かつ、爽快感あふれる映像で表現しております。TikTok で見た動画に合わせてこう目まぐるしく一日が展開していく様子をぜひお楽しみください。鬼盛りラーメンいっちゃいますか。言われてみれば食べたかったもの、やりたかったこと、行きたかった場所、あなたを動かすきっかけが流れてくる。